2021年の9月の20日です。長男の出産から約7ヶ月が経ちまして、今朝産後初めての生理が来ました。2人目妊活のために生理を促したくて3週間前に断乳をしたところだったので、生理が来てくれてよかったなという感じです。2人目妊活を始めるにあたって、まず私たち2人ともの体調を整える必要があるなっていうところで、まずは夫の方には薄毛治療薬の服用をやめてもらいますっていうのも、夫実は薄毛治療をしているんですが、その薬は妊活中はあんまり飲まない方がいいって言われていて、で妊活開始の1ヶ月前にはその薬をやめた方がいいって言われているので、夫にはその薬を今日からやめてもらいます。で私の方は今日から葉酸を飲んで妊娠に向けて体調を整えていけたらなと思います。2021年の10月の20日です。長男の出産後初めての生理が来てから1ヶ月が経ちました。これで夫の体からは薄毛治療の成分はもう抜け切ったはずだし、私も忘れがちではあるんですが葉酸サプリを飲んでいるので、これで一応夫婦ともに妊活を始められる状態になったかなと思います。ということで次の排卵日、次の排卵日は11月の上旬ぐらいになるとは思うんですが、そのタイミングから2人目妊活を始めようと思います。妊娠したらまた生ものとか、あとお酒とかお口にすることができなくなるので、今のうちにって思って今はそういうのを楽しんでいます。11月の25日です。妊活1ヶ月目が終わって、あさってぐらいには生理が来るかなっていうタイミングなんですが、もう気になって仕方ないのでフライング検査をしようかなと思います。さすがにね、予定日前だと結果は出ないだろうなとは思いながらも、なんかちょっとねムカムカしてて、ただの風邪かもしれないんですけど、ちょっとなんか妊娠してるかもっていう気がするのでフライング検査をしようと思います。フライング検査には排卵検査薬を使います。本当かどうかあんま分かんないんですけど、なんか排卵検査薬でもね、妊娠検査薬と同じような感じで妊娠してるか分かるっていうことをネットで見たので、今妊娠検査薬が家にないっていうのもあって、これでかかっちゃおうと思います。結果が出ました。じゃん、線は出ておりません。妊活あるあるですよねこの胃のムカムカは食べ過ぎなのか風邪をひいたのか、はい、パパさん、ご報告があります。今日生理が来ました。ということで来月も頑張りましょう。 OK です。はい。2022年の1月1日です。明けましておめでとうございます、実はですね、気がつくともう前回の生理から36日が経過しました。もともと私自身生理周期が長い方なので、36日来ないっていうことは別に珍しいことではないんですが、なんとなく来ている気がします。ということで妊娠検査薬ね、買ってあるので今から妊娠検査薬使ってみようと思います。検査薬を使ってきました。おー、まずね、ちょっと結果見る前に、判定の見方なんだけど、これこの四角の窓に線が出てたら陽性ってこと？で、じゃあ先に視聴者さんに見せちゃうと。なんで一回ちょっと目つぶっててよ、こういう感じでございます。ということで夫に見せようと思います。僕まだ目つぶってんだけど。はい、じゃあ目の前に出してるから行くよ。行くよ。うん、カウントダウン3、2、1。あ、おお、嘘、これ陽性なんだよね。陽性です。おお、すごい。まさかの2022年1月1日お正月。ええー、いや、おめでとうすぎるね、これ。
おめでたすぎる正月だ。ちょっと来週ぐらい病院行こう。そうだね。いやーよかった。すごーい。いやなんかねちょっと確かに昨日から正直結構私気持ち悪かったの、うん、本音を言うと。ね、うん。だからなんかこれつわりかなって思ってたんだけど、うん、本当に来たわ。おーあー嬉しい。ということで早速出産予定日を計算するんですが、前回の私の記録でいくと最後に生理が来たのが2021年11月27日なんで、まあそれでちょっとね計算ツールでやってみるとこれですね、出産予定日2022年の9月の3日でございます。はぁ、で私さ前回の感じから多分さ遅れるからさ、前回この子生まれたの41週4日目だったから、なんか周りの友達とか見てても、だいたいもうなんか、遅い子は遅いし、早い子は早い感じなの、出産が。なんか私の印象だと、多分私なんか41週超える気がするから、まあ、9月の上旬ぐらいなんじゃないかな、生まれてくんの。いやー、楽しみだね、お兄ちゃんになるよ。お兄ちゃんだよ。一緒に遊べるね、楽しみだね。やめた2022年の1月7日です。近くの産婦人科が年始休みだったりとか、年始すぐはね、予約がいっぱいで全然予約を取れなかったりで7日になっちゃったんですが、今日はね、ついに産婦人科に行きます。すでにね、つわりが始まってきてて、もうね、胃のあたりがなんかもうムカムカするような感じなんですがね、頑張って行ってきます。では、帰ってきました。まずはね、音に報告しようと思います。音さん、降りてきてよいしょ。今日の結果をね、ご報告します。おー、はい、じゃん。お、え、お、これはいらっしゃいました。おー、無事にね、よかった、全然問題なく。でも、予定通り言ったら、まあ、9月の3日ぐらいかなと。へー、すごーい、よかったー。おー、いや、ばば、頑張って稼いで、私も頑張るから。はーい。一人目妊活の時は妊娠までに半年ぐらいかかったんですが、今回はね、本当に2ヶ月っていう本当に短い期間でやってきてくれて本当に良かったです。まだね、息子も生後10ヶ月なんで、お腹の子が生まれてくる頃は1歳半とかなんでね、2人赤ちゃんがいるような状態にはなるんですが、年子育児は大変だとかいうのもね、よく聞くんですが、私自身も私の両親もみんな年子なんでね、どうにかなるんじゃないかなと思ってます。なんかね、ネット見てると年子のイメージってなんかすごく悪いみたいで、親が無計画だとか上の子がかわいそうだとか、なんかね、いろんなこと書かれてたりとかするんですが、確かにね、姉は私が生まれた頃かな、赤ちゃん帰りしたりとか、私をね、ちょっといじめるようなこととかもあったみたいなんですけど、別に普通に大人になって幸せに過ごしてるし、姉とね、私はまあよく喧嘩はしたけど、普通に仲良かったし、姉自身もね、年子で嫌だったなんて思い出は一切ないみたいなんでね、本当に今回妊娠できてよかったなと思ってます。あとね、前にそろそろ二人目妊活を始めますっていう動画をだいたい4ヶ月前ぐらいに出した時に、なんでまだ上の子もこんなに小さいのにこんな早くから二人目妊活するのっていうコメントがね、何件か来てたので補足しておくと、主な理由は2つあります。まず1つ目が、夫がね、海外転勤を希望していて、私は日本にいる間に出産を終えたかったからです。我が家はね、子供は2人欲しいなって思ってるんですけど、やっぱりね、出産を海外でするってなると、言葉の壁もあるし怖いなっていうのがあってね、それで日本にいるうちに出産を終えてしまいたいという思いがありました。で、二つ目が年齢です。私はもうすぐ32歳で、夫はもう37歳なんですね。出産を考えると、まあもう決して若くない年齢なんですよ。でて、まあ妊活ってね、今回みたいに早く来てくれるケースもあれば何年もかかるケースもあるんでね、もうそういうこともあって早めに二人目妊活を始めました。まあその他にもね、私自身が年子で良かったなって思ってるのもあるし、下の子が大学を卒業するまでは夫に働いててほしいなっていう思いもあったんでね、早めに2人目が欲しいなって思って2人目の妊活を始めました。ということで、この後出産したいって考えてる病院に予約して、もうね、産院を抑えちゃおうと思います。1回目の出産経験から無痛分娩がいいとは思ってるんですが、無痛分娩に24時間対応している病院ってあんまりないんですよね。家のすぐ近くには計画物に対応している病院はあるんですが、そこはもし計画日の前とか夜中とかに陣痛が来ちゃった場合は自然分娩になるらしくて、私はね、それは怖くて怖くて
ってっていう感じなので、今回も24時間無痛分娩に対応している病院をね予約しようと思っています。家からタクシーですぐに行ける距離にある24時間無痛分娩の病院は2件あるんですが、まあ、口コミとかねいろいろ見てどっちの病院にするか心の中で決めたっていうところです。まあそこはね値段も高いんですが人気も高いんでね予約が取れるとも限らないんですが、できればねそこで埋めたらなと思っています。本来ね妊娠とかって安定期に入ってからご報告した方がいいかなっていうのはあるんですが、私の場合きっとこれから詰まりがきつくなっていて動画が更新できなくなってっていうようなことになってくるかなと思うので、このタイミングでご報告させていただきました。無事にね生まれてきてくれることを祈りつつ、夫にいろいろ頼りつつね無理のない生活をしていけたらなと思います。もうね本当に嬉しいです。一人目妊娠の時はねやっぱり妊娠っていうものが初めてだったで嬉しさ半分不安半分みたいな感じだったんですが、今回はねもう妊娠生活っていうものはね一回経験したことがあるんで結構不安とかはなくって、なんか OK みたいな、もうすぐつわりが来るからやるべきことを早くやっとかなきゃねみたいな感じでね、なんかすごく冷静に対応できているかなっていうところです。ということでね、これからちょっとずつね動画の更新頻度は下がるかもしれないんですが、引き続き妊娠生活だったり息子のね育児状況なんかをね動画にしていこうかなと思ってますので、よろしくお願いいたします。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。